派です。うわ危な。おはよう。うわこうやって見たら伸びたなこの毛。眠いです。パン持ってきました。山ちゃん結婚してありがとう。パン食べてるけどいいですか。パン食べてる女ですけど結婚しますか。マジで感謝。いや全然イベント頑張ってる子私は応援しているので。これは黒糖ですね。あの全然ギフト投げれないとかそんな謝らないでください。あの今9期生、まあ、9期生を私は応援していますけど NMB48 が今のイベントの期間ですのでそちらを全力応援してください。ミスラは息抜きみたいな感じで見に来てもらえたら嬉しいです。そうそうバター入ってるやつ。もうね高校生の頃からめっちゃこれ食べてた。高校生の頃は朝家で食べていく時間がないから朝コンビニ寄ってこれの4個入りを買って授業と授業の間に毎回食べてました。うましです。日高浩二かわいい。ありがとう。なんか今回の週のテーマはプロフィール帳を書くみたいなやつです。食パンは加えてないです。学校まあまあ遠かったね。まあまあもうこの時間には余裕で電車に乗ってないとあかんかったからもうとっくに家は出てるかな。漬物屋は内田の漬物です。これ縦にした方がええか。あれ画面固まってるわ。縦の方がいいかな。いやこんなんです。授業中はパン食べてないですよ。食べるよりかは寝てましたね。意外と真面目だったんでそんなに寝てなかったですけど。朝補習部活とかかな。美空はね軽音楽部だったから朝とかは全然練習なかった。そこは良かったかも。朝弱いしみそら。ちさちゃんキノコありがとう。キノコの子です。みそら水色似合うんやねと思ったら内股 T やった。じゃ日常に内股を取り入れていくスタイルやからね。全然内股やで。リクパパさんハートありがとう。ソロぼちぼちぼち書いていこうかしらプロフィールを。まあ分かりきってることはもうねみんなに相談せずに書きますけど、ちょっと好きな四字熟語日高北斗でいいのか問題。昨日レイユが配信してる時にそばにいたんですけど
好きな四字熟語って言ってパッて浮かんだのが日高北斗なんですよね。てか昔からよく言ってんねんな、みそら。好きな四字熟語は日高北斗ですって言って、あのアンサンブルスターズっていうキャラのゲームのキャラなんですけど、レオが配信してる時に好きな四字熟語ってなんやろとか言ったら、え、ミスラ日高北斗やわって言ったら、え、ほんなら私さつき愛花にしようかなとか言ってここはもう推しの名前を書く場所になりました、もはや。ペンどれにしよっかな、ペン黒、ミソラは2022年8月ヤマちゃんかわいい、ありがとう。今日はいつもよりか目がかっぴらいてるね。おといたち見てるけど仕切り完璧やなって、ありがとうございます。あの日はもう緊張しすぎて胃が痛かったんですよ、実は。朝からもう胃が痛すぎて、マネージャーさんに今日はめっちゃ胃が痛いんですって言ってね、では書いていきます。もう一個細い方がいいかな。名前は田中美空です。青原若にしようと思う、いいと思います。じゃあ僕は田中美空で好きな一熟語あ、古川由紀の、確かに素晴らしい四字熟語です。四つの漢字でできてたらもうそれは四字熟語ですからね。あの私アンスタのね、あの推し他にもいて、まあ影平美香とかもいるんですけど、美香ひらがななんですよね。ちょっとひらがなは四字熟語にできないっていうね、やっぱ日本人なんでそこのルールにはのっとっていきたいので。じゃあ俺ハガミスラにするわ。そこは田中ミスラやろそれじゃミスラがハガ家に嫁いだみたいになってるやん。そこは田中ミスラって言ってよヘイハチさん、タコさん、ありがとうございます。西ゆま、あ、3文字ハートとかつけとく。4期じゃないわ、9期4文字多い。確かにそう考えると4文字ばっかりかもね。8月24。ツイッターも TikTok もね、アットマークは一緒なんですよね。わかりやすくしたかったので、アンダーバー、あかん、肘つけないと文字書かれへんのに、肘つけたら消える。キャー、あんま頭皮見ないでくださいよ皆さん。私は青バラ、青バラ姉妹推しかな。みんなそれぞれ好きな四字熟語があっていいですね。合ってるよな、アンダーバーミソラ40言ってるの。合ってる合ってる。じゃあ私は渋谷美空でなんか見慣れへんね、自分の名前が他の名字に当てはまってるのが逃避配信ってちょっとやめてよ、四字熟語みたいに言うのアブリカルビス、ハートありがとうございます。田中ゆまってね、田中美空がいい知ってんで、最近ちょっとゆまに浮気してんの。
そこは田中美空がいいよ俺が好きな四字熟語チカポヨひらがなやん。あかん、難しい。色どうやってやんねんこれ。あ、ここや。ペンライトカラーは紫黄色です。中西ゆそらってちょっとみそらとゆまがなんか混ざってるね浮気はダメですか。そうよ、目移りはかんにいなってあんなに毎回言ってんのに。うわ、みそら可愛いことしちゃったかもしれへん。肉球でペンライトカラーを表すっていう、もう天才みたいなことしちゃったかもしらん。やば、みんなに見てほしい。ちょっと見せるわ。あ、ひっくり返っちゃった。めっちゃ可愛い。天才だわ。好きな曲？難しい。ちゃうねん、中西が好きやねん。それはいいよ。でも推しは美空やんな。推しは美空やんな。今回の新しい夜明け大作戦は、あのプロフィール帳をね、もうあのみんなと一緒に完成させようという企画です。目移り堪忍ちょっとかっこええな、四字熟語になったら。これめっちゃ可愛いでしょう。抹茶団子、あ、もう抹茶団子大好きです。うん、バター出てきた。愛してる。うんふん。ハマってることはもう弾丸論破一択ですね。好きなメンバー？ちょっとかな照れちゃう。俺は好きな四字熟語ミソラ派が、ちょっと待って、ミソラ派が逆じゃなくていいの？なんか海外に行った時みたいになってるよ、ミソラ派がって、うん、なんか意外と歯型なお好きでいてくれてる人多いですよね。びっくりします。なんか結構推しになるのって似たタイプの人になりがちじゃないですか。ミソラはちょっと別なんですけど、でもレイポンとミソラって全然違うタイプのさ2人やから、その2人を同時に推してもらえるってほんまにめっちゃ嬉しいねんけどさ、あんなにあの天性のアイドルみたいな可愛い可愛い子とこんなね口を開けば受けを取りに行ってしまうようなミソラと全然ちゃうのにって思うんですよね。深夜さんハートありがとう。うん、たくさんハートや、ありがとうございます。負けず嫌いなとこが似てる。あー、性格ですか。確かにミソラめっちゃ負けず嫌いやし、レイポンもね可愛いお顔にあのすごく高い投資がありますから。低身長推し、あ、確かにな、シルエットはちょっと似てるけどね。違うもの同士だから惹かれるのよ名言飛び出しました。なるほどね、その似てるから好きとかじゃなくてね、違うからこそ。なるほどね。あ、これ似顔絵描かなあかんやつじゃあ待って、美空画力の火を吹くで、ちょっと待ってください。ちょっと似顔絵描きたいと思います。顔はもうめちゃめちゃ丸いんですね。で前髪は左と右にこう分かれてる感じで、とにかく美空は
ハーフツインかツインテールに書いとけばミソラなので、でもハーフツインはちょっと絵にするのが難しいので、ツインテール、あーでもすぐツインテールに逃げちゃうもんなミソラ。ちょっと今日はハーフツインに挑戦してみようかな。出遅れました、おはようございます。おはよう深夜さん、ほんとたくさんありがとうございます。ピンクだらけでめっちゃ可愛いです。歯型直しってあんま公言してないけど、秘めたる歯型直し。ミソラのトーク力羨ましがってたで、レイポンって。いやもうレイポンはね、もうトーク力どうこうじゃなくて、もう存在が可愛いからそれでいいのよ。本当にそう思います。妹ちゃん10期オーディション受けさせませんよ。妹ちゃんが やる気ないのに受けさせたらあのかわいそうですから、もう自分の好きな道歩ましてあげたいです。もうね、やりたいことやってほしいですね。人生における一番の幸せは自分のやりたいことをできることやからね。まあ、気が向いたら誘ってみます。妹のね、多分向かないと思いますけど。ポニチ大好き人間なのなんで分かったんで。もうね、世の中の方程式ですよ。女の子かけるポニテイコール大好きでしょ。だからミソラはみんなのね心理を見抜いてるんですよ。ちょっとあかん、これハーフツイン虫の触覚みたいになったわ。ちゃんとこれ許すマジだよ。ちょっと大丈夫かな、ちょっと先行きが不安。アブリカルビさん、キノコありがとうございます。7日の世代交代いきます、イエーイ。ラブが溢れちゃう。めっちゃ楽しみ。もうね、最近のミソラはもうなんかノリノリやねんか、なんかめっちゃ。だから一緒に楽しもうね。来週の公演は久々中西、久々ですよ中西。ちょっと連続記録途切れちゃったから、左右にリボンつけるわ。左右にね、でもミソラや普段やるハーフツインで全然リボンつけへんねんな。絵だけでつけてたらこいつこういう時だけリボンかけやがったぜってなら。ちょっと目とか描いたら余計あの悲惨なことになりそうやから、塗りつぶし目で対応しちゃう。もう女の子あるあるやねんけど、もう自画像とかの周りはとにかくハート描いとけば可愛くなるみたいなね。はい、なんとか事故になる前に終われたのじゃないでしょうか。いい感じ、当たり障りない絵が描けました。事故らずうまくなくええ感じです。妹さんへの目移りもカンニンに決まってるやん。カンニンなーですよ。妹推しとかやめてくださいね。妹はもう普通に一般社会を生き抜く女の子ですから。ポニテとまとめ髪が好きです。でしょ、もう世の中のね相場で決まってますそれは。ポニテか金子さん。ゼロか100やん。ポニテか金子さんはもうゼロか100なんよな。ハーフツインに見える、よかった、虫の触覚じゃなくてよかった。深夜さんたくさんありがとうございます。指疲れてないですか。ありがとう。タブレットに書くのほんまに難しい。これ普段妹が使ってて、ミソラは時々あのアンスタのサブアカがここにあるのでそれをやるぐらいなんで、
ここに書き慣れてなくてね、難しいです。ママに目移り。ギリギリオッケーかな。パパニャに目移り、それはあかんな、それはあかんわ。好きなキャラクターはあのマスコット系で行くならグデタマと魔女の宅急便のジジ一択やねんけど、マスコット系で行かないなら私枠に収まらないですよ。まずアンスタのキャラだけで4人かけちゃうし、その他コンテンツの推しを書き貫いていったらもうこんな枠にとらわれない女になってしまいますよ。みそら、ここはもうマスコット系で行っときますか。おとなしくマスコット系で行くとね、2キャラで収まるんですけど、好きなメンバーちょっとここも試されてるよね。好きなメンバーっていう枠、ここはやっぱり夫婦の絆、夫婦の絆っていうか夫婦の愛ですね。夫婦の愛として古川雪乃と堂々と書くべきか、でもやっぱりずっと大好きな桜田彩香さん、黒田風和さんのお名前を書くべきか、ま、迷います。これはもしかしたら古川雪乃が見る可能性がありますからね。ほんならミスラちゃんが日々伝えてきた愛は嘘だったのって、そんなことないんだよってなるんですけど。悩ましい悩ましい。でも雪乃への愛はその好きなメンバーとかじゃないですからね、もう好きな女子になりますから、悩ましいですね。本人は DD で、まあ、当たり前ですよ。私は目移りしますから。私は目移りしまくりですよ。これでも絞った方なんですから、なんか1年に1回ぐらい推しが増えていく感じでね、アンスタはなんか。まあね、 NMB 全員って書いたら確かにあのその争いも起きなくて済みますけど、嫁にしたいとかだったら古川雪乃ってね迷わず書くんですけど、まあでもあの確定で書けるとこだけまずいきますね。ちなみに枠はこんな感じです。好きな曲、好きな英字熟語、好きなキャラクター、好きなメンバー、ハマってること、めっちゃ迷うやつばっかりやん。これハマってることはもう最近弾丸論破を四六時中やってるので、これは弾丸論破一択です。地味になんか文字が太いな、ちょっと消します。難しいたの、推しは変えるものじゃなくて増やすもの、そうよ本当にミスラもそう思う。好きになったんだからしょうがない。うわ難しいな。これでも好きな字熟語日高北斗にしたら私は影平美香を裏切ることになりますか。いやでももうね、ミスラずっと言ってんのよ、 2,3 年前からあの好きな字熟語は日高北斗ですって言い続けてんねん。あのそれこそミスラね、アンスタの推しキャラなんですけど、あの日高北斗に抱いている感情と影平美香に抱いている感情は別で、これはあの言うなれば日高北斗が古川雪乃ちゃんで、影平美香があの桜田彩香さんとかの扱いなんですよ。もうこっちはもう華麗にもう 100% 推しって言い切れるんですけど、こっち側にはちょっとあの結婚したいなみたいな感情も混じってるみたいな。わかります、この感情。そうだから影平美香は何があっても最推しなんですよね、トップ神推しみたいな。で日高北斗はあわよくば結婚したいみたいな感じなんですよ。だからなんかもはや推しって言っていいのかなって長年悩んでます。
憧れと欲望やなって。面白くて咳出ちゃった。まあそんな感じやね、確かに。だから綺麗売り割りで綺麗売り割り、綺麗売り割りね。俺はミスラ一筋やで。ありがとうございます。そう、でもこの理論はね、確かに分かってくれる人もいるんじゃないかなと思います。まあちょっと待って、一回分かりきってることを書こう。好きな曲、好きな曲はここはちょっと試されてますね。これも好きな曲、これは NMB ででしょ、もちろん。難しい。確かに弾丸論破も4文字になるけど。好きな曲むずいな。まっすぐに行くならハートの独占権なんだけど、これはいろんなとこで言い過ぎです。みそにゃ、これは言い過ぎ。なんやろ、考えたらダメ、思いつき。まあ確かにね、こういうのは考えるな感じろっていう感じですもんね。ちょっと日高美空は照れるからやめて。ナチュラルに照れるからやめて。ノリで入籍してもうてるやん。いやーでも、あーでもそっか、ジェネレーションチェンジは思い出はあるけど AKB さんの曲やもんな。誰にも言ってない好きな曲。あーでも確かに太陽が坂道を登る頃はめっちゃいい曲ですよね。実はあれめっちゃ振り難しいと思いません？私 B2 さんの公演見てて思ったんですけど、ガチ悩みタイム来ました。好きな四字熟語日高北斗にしますね。これは乃木のジャンピングジョーカーフラッシュが頭から離れない。いや、わかる、あの曲は一回流しちゃったら離れませんよ。ジャンピングジョーカーフラッシュでゴーゴー。実はというか全部振りは難しそう。まあせやんな、最初の頃よりかは覚えんの早くなったけど、今でも難しいもん NMB の曲は全部。初恋至上主義わかる、ミスラも好き。あの曲ね、なんか小指を出してんのか出してないのかっていうのがね、結構サビは大事になるんですけど、それを覚えるのに苦労しました。今は小指がない、今はあるみたいなのめっちゃ覚えられなくて、ずっと小指出してたんですけど、それ間違えてて、あれは難しかったです。ふう、虹の作り方と甘がみ姫好き。あ、待って、めっちゃわかる、2曲ともめっちゃわかる。虹の作り方、みそれもめっちゃ好きやわ。確かに、ちょっと日高北斗って書いちゃおう。いや、日高北斗はちょっとあれか、炎上する。そんなあなたが四字熟語に使っていいほどの存在じゃないですよとか言って他方面から荒れたらどうしよう。もうそういうのバカ気にするわ。一番難しいのは、
一番はちょっと決めにくいけど、不毛の土地を満開には難しかったし、あと欲望の欲望ものも難しかった。泣きながら覚えましたね。あとあの公園でやってるカモネギックスがゆうみさんが新しく振り作ってくださったダンスリミックスバージョンで、そのダンスの部分を覚えるのもめっちゃ難しかったかな。まあでもほんまにカモネギ、不毛、欲望ものかな、今までやった中やったら難しかったの。ほんまにガチで泣きながら覚えたのはカモネギでもうほぼ泣いてたのは不毛と欲望ものですかね。もうほんまに難しかったです。いつかみそらさんにアマクロやってほしい。振りは結構わかりますよ。やれる機会が来たらいいですね。ナンバーアイは意外といけました。でもなんか動画見て振り起こししていくんですけど、毎回なんか動画、ミスラが見てた動画がそのメンバーさんたちも振り入れをオリジナルのメンバーさん自体も振り入れされた次の日とかのやつやったから、あのなんやろ、今の固まってる振りとちょっと違うのとかがあったりして、覚えていったのが実はこうじゃなかったみたいな、なんか意外と多かったなって思います。ナンバーアイはそれに苦労しました。もう体に染み付けていっちゃったからさ。ちょっと好きな四字熟語日高北斗はやばそうですね。これちょっと炎上したらミスラと日高北斗のこれまで紡いできた思い出が燃えてしまうので、私たちの思い出は私たちだけにしまっておこうかな。ポジションごとに動画はないねんけど、何個か資料の動画もらって、ミスラがチョイスした動画がたまたま後から先生に聞いたら、いやあれはあいつらも振り入れされたばっかりやったからなみたいなのを言ってました。もう好きなキャラクターはもうこれもちょっと炎上を避けるためにあのマスコット系の方行きますね。ここにソシャゲとかアニメの推しをパンパンに詰め込むのも普通に物理的に無理そうなんですよね。 1,2,3,4,5,6,7,8 入って8人ぐらい、8じゃ収まりませんよ私の好きなキャラクターは。だからここはグデタマとジジって書いておきます。よし、やっぱ好きなメンバーはこれやっぱり古川由紀の裏切れませんかね。私はあの彩香さんには私会うたびに愛を伝えてるので本当に可愛いですって。ここはちょっともうめっちゃでかく古川由紀のと書きます。なんならちょっと明朝体とかにしちゃおうかな字が細いな、これじゃ愛は伝わらないわ。ちょっと明朝体はさすがに難しかったんですけど、どうですか、他の部分と字の太さ変えてみましたやっぱこれは私からユキノへのアンサーです。わ、虹の作り方ありやな。ミスラ最近めっちゃ来てるねんな。
うん、かゆい。田中 DD 美空DD ですよ。もう DD、DD ライフ楽しんでます。あやぴょんへの愛は負けへんで戦います美空、いつやったっけな、2日前かなにリハで会った時も、あやかさんの声が枯れてはってんけど、いやそんな枯れてる声も可愛いですって伝えたら、そんなん言ってくれんの美空ちゃんだけやでって言ってもらいました。ということで、あやかさんの、特別をいただきました。はい、そんなん言ってくれんの美空ちゃんだけやでって、素晴らしい構文じゃないですか。めっちゃ嬉しかったですね。レイポンは鋼の明朝体が好きだしそうなんや。まあでも鋼って確かに明朝体で描いたらかっこよさそう。田中はね、なんか四角すぎて、四角なんですよね。田中ってなんかもう東大とかの問題文に出そうやもん。なんか田中って書いてあって、この中に四角は何個あるでしょうみたいな。もうそれぐらい四角いんですね。なんか昔から、あの今この配信見てる中に田中さんがいたら本当にごめんなさいなんですけど、あんまり自分の名字が好きじゃなかったんですね。なんか田中ってなんでかなってね、分かったんですよ。中学生の時に、四角すぎるからやと思って四角すぎんのよ、だからやんと思って。だって田中以外の名字をなんかなって思ったことないねん。美空あえて田中やもん。だって田中ってなんでこんなになんか なんやろうと思ってね、考えてみたらめっちゃ四角なんですよね。四角すぎるのが嫌なんやっていうことに気づいてね。別にあのよくある名前別にいいんですよ。私佐藤とか全然いいですもん。佐藤さんとか鈴木さんとか全然いいじゃないですか。なんか田中ってその中でもなんか異色じゃない、四角すぎて。なんかもうちょっとなんか止め跳ね払いみたいな、払いとか欲しかったねって思いました。なんかあのすごい憧れてる名字があって、あのフリーっていうね、水泳のアニメに出てくる七瀬はるかくんっていう私の推しなんですけど、いるんですけど、七瀬ってめっちゃええやんって思ってね。七瀬めっちゃいいじゃない、よくないですか。七瀬めっちゃかっこよくない。七瀬、まあね、テストの時確かに早く書けますけど、なんかね遠目から見たりしても四角すぎてちょっとちょっとなって思います。タイナカ、タイナカ、あーまあ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 、タイナカだったらね払いがあるから確かにいいんですけど、田中ってほんま四角すぎて、あれ絶対東大の入試に出てきますよ。この中に四角はいくつあるでしょうって。ちょっと好きな曲は虹の作り方にしよう。ガチで七瀬はかっこいいでしょう。だってあのあれよ、NMBB はフルネームやけどさ、ゼッケン、まあ、乃木坂さんとかやったらさ名字だけのゼッケン着てはるやんか。あそこに七瀬って書かれてみ、めっちゃかっこよくない、まあ、だから七瀬とか、あとなんか桜井とか、ママが憧れてるって言ってた。桜井確かにかっこいいよね。そういうなんかもう見た目だけでイケてる名字に憧れます。七瀬は確かに名前でもいいね。あかん、この iPad に字書くの苦手や。みんなおはよう。あかん、むずい。あ、それこそさ乃木坂さんにさ一ノ瀬美空さんがいらっしゃるやんか。まあ美空と美空、私の美空とその美空さんの漢字同じやから、まあ実質
読み方は違うけど名前の漢字は一緒やねんか。そのみそらとかみくっていう漢字の前に田中がついてるか一ノ瀬がついてるかでパッて名前見た時の印象を考えてみて。一ノ瀬ってさもう漫画じゃない、同じ漢字やねんで名前は、やのに名字が一ノ瀬なだけでもう漫画の主人公みたいな、めっちゃ可愛いやん。でも田中みそらになった途端になんかすんごい左右対称上下対称みたいなすごい規則的な名前になるんですよね。それを私5期生さんがお披露目された時に思いました。同じ名前の漢字でもこうも変わるんだと思ってね。田中全部大文字でいくんですか。田中みそら、あきら先生みたいな、あきらのあの書き方みたいになってますけど。いや田中ももちろんね嫌ってわけじゃないですよ、全然たくさん仲間がいますからこの地球に。でもやっぱ一度はちょっとそういう珍しい複雑な名前に憧れるもんですよね。あと四字熟語だけになりました。四字熟語どうしよう。四字熟語は日高北斗で行く気満々やったからな。全然考えてへんわ。なんやろ、ひらがなにしたらいいかも。田中美さん、いやわかる、だからさちょっとひらがなで書きがちみたいなとこあるよね。見てここもひらがなで書いてる。ひらがなやったら田中美さんって結構ねええ感じなんですけど、田中がね漢字になった途端にほんまに四角すぎてなんか地図記号とかに見えてくるんですよね。なんかなんか地図記号の後に名前ついてるみたいに見えるから、ひらがなは結構好き。同じ名前の漢字でやったことない。え珍しいんや。みそらはねみくちゃんには結構出会うけどみそらにはあんまり出会わんかも。これなんて読む、甲子園で、え読まれへんその名字、岩なんちゃら岩。四字熟語は田中みそら。俺のターンドローみたいな。珍しい感じに憧れるのは中二病あるある。じゃ誰が中二病やねん、ちょっと俺の右手が薄いてまうやん。世代交代、まあね世代交代、私も好きな四字熟語です。京都府の名字1位、そうなん、もう仲間にあふれすぎてて。やばい、工事しだした外が。ちょっと窓閉めてきますね。今のおならじゃないです。よっこいしょ。好きな四字熟語か、ちょっと難しいな。さっきみんなが書いてくれてた目移り堪忍にしようかな。でもさ堪忍もそうやねんけどさ、堪忍ってひらがなで書いたらさ可愛いやん。でも堪忍ってな漢字で書いたらな結構なんかちょっとなんか昭和っぽくなるんよね。まあいいや、みそらの代名詞やからね。やばい、窓閉めた瞬間めっちゃ暑い。みんな目移り堪忍のコメントくださいって言おうとしたらちょうど送ってくれた。愛してる、漢字分からへんから。ジンベイのジンや、土に
えい、これ甘いかな、ちょっと寄ります。甘いじゃない、線が1本2本。ああちょっとね、冷房つけるにしてはまだちょっとあれじゃないですか。ミスラこの後ね、またリビングに戻りたいので、じゃあな、自分の部屋やねんけど、この後もずっとね自分の部屋にこもるんやったら冷房つけんねんけど、リビングに戻りたいございますので。あかん、堪忍の堪むずいわ。やっぱ日本人として止めはね払いはしっかりしていきたい。よし、みんなできたかもしれない。できちゃった、わーい。めっちゃ悩みに悩んだけど、めっちゃエコな配信じゃん。地球にエコー、田中美空めっちゃ可愛い。この肉球ちょっと小指でこの支えてる手めっちゃキモいから見て。この猫のこの肉球ええ感じじゃないですか。あまりにも気持ち悪い、これこれ見て、これ見て、この手の形のままこうなんかどっかにこう展示したいですね、パリとか行って。やっぱ中二病の伏線回収しちゃった、俺の右腕がうずいちまうぜみたいな手になりました。いやー、やっぱポイントは古川雪乃だけペンの太さを変えたところですかね。よくできたんではないでしょうか、田中エコミソラ。アートになりました、アートになっちゃいました。ええ感じにできたと思います。最近ハマってる虹の作り方をね、今回初出しということで好きな曲に書くというのはね。で、好きなキャラクターはもう何十回何百回と言ってきたようなグデタマとマジの宅急便のジジです。これジジって書いてわかるかな、ジジで魔女の宅急便だねって。分かってくれるよね、だって日本だもん、日本やからね。ジブリはもう日本の共通言語やんか。目移り堪忍もこんな四字熟語この世にないけど、美空が生み出しました。というわけで今世界の主導権握っているのは私でございます。じゃあこの後これあのツイッターに載っけるんで、よかったら見てください。あの原画配布します。今日あかんわ、喉の調子めっちゃ悪い。これ明日の公演大丈夫かな、 MC とかで声がカサカサなっちゃうか。ニシンのパイを届けに来ました。あのシーンちょっと悲しくなるよね、せっかく一緒に頑張ってさ、おばあちゃんとニシンのパイ焼いたのにさ、いざ届けに行ったらこのパイ好きじゃないのよねって言われて、なんか悲しくなる。あのシーンはいつも味噌にゃといえば魔女の宅急便やしな。いや、そうやって言ってもらえるのが嬉しい。もう全然もうあのおこがましいねんけどね、そんな日本中に作品のファンはいると思うけど、美空もそのうちの一人やからね。明日の公演前時間合えばポンちゃんと配信出てほしい。オッケー、あの時間あったら出させてもらうわ。ちょっと映ってもいいですか言うて、いいですか言うて、ちょっとあのメイクの順番はね、もううちらいつも命がけじゃんけんで決めてるから、こうしてオッケー大丈夫行きますって言って、ごめん。命がけじゃんけんで決めてるから、もし出れそうやったら出させてもらいに
行くわ。ひょっこり味噌で。あ、そうや、ツイートじゃないね。X にポストですね。X にポストします。世界の主導権握ってどういうことですかって、そんな真面目に意味聞かないでくださいよ。ものの例えです。今新たな四字熟語をね、私が世界に生み出したということで、まあ、あの表現としてあの世界の主導権を握っているというふうに使わせていただいたんですけれども、全然その実際に私が主導権握ってるとかじゃなくって、本当に世界は誰かが主導権握ってるわけじゃなくって、あの一人一人の力があって支えられておりますけどね。もう炎上したくないから。あらゆる方面にちゃんと気を配っておきます。声カサカサでも好きです。ありがとう。明日本当に楽しみすぎる。ミスニョイちゃん持っていきます。ありがとう。見つけちゃうえ、見つけちゃうえ。どうしたもうミソラ、見つけちゃうえ。よかれと思ってやったらそうでなかった時の悲しい。あれそうよ、だっておばあちゃんはさ、孫のことを思ってやってくれてんのに、なんでいざ届けたらこのパイ好きじゃないのよねって言われなあかんのって、もうさ視聴者やのに悔しかったもんね。せっかくあのトンボとの約束をもう破るというちょっと表現は違うけどさ、トンボとの約束のカチカチまでさ、おばあちゃんと一緒にこうやってパイ焼いて頑張ったのにさ、好きじゃないのよねって食べてよとか思ってさ、悲しくなるよね。まあ、基本はじゃんけんやねんけど、その日に新しい夜明けの配信がある子とかがはあの一番に優先していくねんけど、基本は全部じゃんけんです。早くミソニャの前髪が切れますように。ほんまにちょっと皆さんも願ってください。ミショはね、今めっちゃ前髪長いんですよ、これぐらいでね。でメイクさんとの予定が合わないと前髪切れないので、明日メイクさんとの予定があってすっきり前髪で公園に出れることを願ってください。まだ配信してたのごめんね、してた。まあまあ過ぎてんねんけど、普通に1時間ぐらい。さっきやっとプロフィール完成した。研修前にミスラの声聞けて頑張れそうです。頑張れが、いやもう頑張れはダメ、プレッシャーかかるから。ミスラがいるよ、一緒に頑張ろうね今日も。じゃあちょっと今時計見てびっくりしちゃったので、あの思いのほか時間が過ぎてたので、そろそろ終わろっかな。ごめんなさい、みそら普通にまだ10分ぐらいしかあの延長してないつもりだったんですけど、時計見たら30分延長してたので、あのさすがにまずい。さすがにまずいです。みそらちゃんの握手会ってどんな感じですか？それは来てのお楽しみです。噂によると結構みそらさんはあのらしいですよ。それは来てのお楽しみです。ちょっとびっくり、今起きました。いやそれでも早起きよ、おはよう。この後寝る、いいと思う。みそにはこの後寝るか今日のリハーサルの曲練習するか迷ってます。寝たい気持ち半分、寝ずに練習した方がいいって分かってる気持ちも半分。ただこれで明日が公演じゃなかったら今日無理して起きて明日寝ようってなんねんけど、明日公演やねん。どう思うみんな、練習は絶対にした方がいいねんけど、一旦寝ちゃおうかな。いっぱい喋ってくれるみそにゃん好き。そうやって言ってくれるみんなが好きよ。
これで塩対応だったらって。塩対応ではないです、さすがに。噂によるとなんか普段思ってたキャラとはちょっとちゃうかなみたいな、ちょっとちゃうかなっていう、まあ、それはどういう意味での違うかっていうのはお楽しみですでもミスラそんなにやってるつもりなかったんけどね。なんか握手会終わった後にみんなの反応とかを見てたら、あれあれなるほどねって思いました教習所、お行ってらっしゃい。免許取んのかな。ブインブイン頑張ってね寝てください。ありがとうございます。寝ますね。そしたら島城さん、キノコありがとうございます。明日楽しみにしてるよ、ほんまに。みんなに明日万全の状態で会えるように。ちょっと声のガラガラがちょっと怖いですね。声ガラガラやったら MC 喋らねへんやん直したい、さすがに。寝れる時に寝てね。え、ありがとう。寝るわ、ほんなら。お言葉に甘えてちゃんと目に寝るわ。それでは終わろうかしら。あ、次の配信言わない。今日の夕方、多分、あ、夕方になるのかな、夕方かな、多分夕方になる。うん、だってリハがある。うん、いけます。多分今日は夕方、そのまま時間変更なしで今日の夕方担当の子はドゥルルルルルルじゃん、船橋玲奈ちゃんです。玲奈はどんなプロフィールを書くのか、みんなもあの目移りはしないで配信を楽しみに行ってくださいねちょっと久々に言ってみました。目移りは堪忍な条約です推し編は禁止ですけど、あの9期生のこのリレーは盛り上げたいので配信は楽しみに行ってくださいね。ただ目移りはダメですという感じの約束です眠なってきました。それでは男女読みます。13位、まちさんありがとう。12位、寝落ち常習犯マー君ありがとう。11位、ヤマトシさんありがとう。10位、ゆうかちゃんありがとう。あ、変わりましたね、ランキングが。読めてないのは11位のハトさんかな、鳥さんかな。ミスラにはハトに見えるんだけど、これは人によってはハトじゃないかもしれないから、ハトさんかもしくは鳥さんありがとうございます。これちょっとハトに見えるんですけどね。そして、9位、山ちゃんありがとう。8位がユージーさんありがとう。7位、ネクロさんありがとう。6位、キッペイさんありがとう。5位、リクパパさんありがとう。パチパチ。4位、ちさちゃんありがとう。3位、たつさんありがとう。2位、平八さんありがとう。そして1位はジュルルル、あ、ドラムロールしすぎやな、さっきからじゃん、しんやさんありがとうございます。おめでとう、ありがとう。みんな思いのほか30分延長してごめんなさい。シマエナガなの、シマエナガさんなの。シマエナガさんありがとうございます。ハトでも鳥でもなくてごめんなさい。シゲヤンさんハートありがとうございます。みんな今日も朝からありがとうございました。あ、ハトじゃないよ、シマエナガだよってほんまやプロフィールに書いてある、ごめんなさい。シマエナガさんありがとうございますね、間違えてごめんなさい。初壇上パフ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 ありがとう。さて、二度寝から起きたり行ってくる方もいたり、今から一日が始まりますね。今日も一日ミソラと一緒に頑張っていきましょうね。
美空は一旦寝ましょうかね。寝て顔洗って今日のリハーサルの練習します。それではちょっと本当に延長してごめんなさい。しかも無言でごめんね。お付き合いありがとうございました。ではでは今日も一日頑張ろうね。バイバイ。おやすみおやすみではないね。おやすみ、ありがとうございましたバイバイ。